皆さんこんにちは、基礎産業の山本正史です。今日は M&A 基礎の会社を売る選択肢を選ぶ前にということで、年商1億円以下の会社さんの、社長さんに向けてこの動画を作りました。前回ですね、ミニ M&A と言われている市場の性格とかですね、市場の動向とかそういったところをお話しさせてもらったんですが、今日はちょっと深掘っていきましてですね、具体的に年商1億円以下の会社さんの場合はどういうふうな考え方で、取り組んでいったらいいのかというところをお話しさせてもらいます。まず最初にですね、どんなにいい会社であっても後継者がいない時点で継続性に問題があるんです。これはどういうことかと言いますと、破綻懸念ありということですね。お金を借りてない会社の社長さんはあんまり実感がないのかもしれないんですけども、一般にですね、銀行員が融資をしてると、資産査定というか、自己査定というものを行うんですけども、その中で要注意先であるとか、破綻懸念先であるとか、そういった債権の分類をするんですが、やはり後継者がいないということはもう継続性に問題があるということになります。要は3年以内にですね、もし自分が死ぬかもしれない、で死んだ後にですね、やはりこう要は後継者が誰もいなかったなんてことがあったらもう清算してしまうんですね。私も銀行員時代に突然死した会社っていうのがあるんですけども、そういった会社っていうのはやはりこう破綻してしまいますね。だから破綻懸念があるという認識なんです。それでそうは言ってもですね、黒字企業というのはこの間もお話ししたんですけども、少ないんですよね。全体のバトンスさんとかトランビさんの案件とか見させてもらっても、黒字企業というのは少ないので、マーケットではとても目立ちます。だからこの特性をうまく生かして問題を解決していったらいいんじゃないかというふうに思っております。まずですね、スピードと価格っていうのがあるんだ。バトンスさんとか、特に、トランビさんもそうなんですけども、何を優先しますかっていうような項目があるんですね。そこによくこう価格ですよとかスピードですよとかいうことがあるんですね。でどっちかというとまずはこのスピードの方を優先させていった方がいいと思います。1案件が最近はもう3ヶ月以内に決済するっていうところが結構常識と言いますか。だってそうですよね、7倍も買いたい人がいるわけですからね。だからやっぱり買いたいという人が結構多いので、いつこれを決済するか、具体化するかっていうところをやはりめがけていってですね、でこっちは線引きするというか、価格のところは一定の線引きをしていく必要があるということで、こちらの方に挙げさせてもらってます。どういうことかというとですね、ちゃんとしたロジックがあれば早く売れます。よくあるのが100万円しか黒字が出てないんですけども、資産はそうですね、1000万ぐらいの会社さんだったりとかするんですけども、うちの会社に相談に来た時に3億円で売りたいみたいなことって結構平気で言ってくるんですね。どうも海外の会社なんかで行くとそういうふうなことを言う人っていうのは多くって、日本でも最近は少なくなったんですけど、今もやっぱりあります。でそれってどういうことかというと、買い手から見てどうなんかっていうところが非常に大事になってきますので、ここのところに納得性がないとやっぱりこっちのスピードの方が解決していかないというふうになります。バランスですよね。で今日はちょっとちゃんとしたロジックの例というところを挙げさせてもらいます。まずですね、時価算定、これはやっぱり専門家に話をしてやってもらいたいところですね。資産が例えば2億円あって、負債が1億円、純資産が1億円あったとすると、その1億円に対して再現性が確保できるのであれば、その営業利益からディスカウント、キャッシュフローかなんか足していってですね、そこから時価がこのぐらいですよというところが一つは出てきますよね。でもう一つ、ここが結構大事かなというふうに思ってますね。最近こういう社長さん多いです。
何年で廃業するか、廃業した時に手取りでいくら欲しいか、もしくは取れるかっていうことですね。まあ例えば今60歳の社長さんがいらっしゃってですね、65歳でまあ退職したいというふうなことがあれば、まあ2000万円役員報酬をもらってたとして、まあ手取りで言うと、まあ仮にまあ1500万だったとすると、まあ5年で7500万になりますよね。でそれと、まあ今のこのこちらの時価算定の中の現預金を足して、まあ土地はまあ売れんでも、まあそのまま持っときゃいいわみたいなところで考えていくと、じゃあ手取りでこのぐらい取れるんかな、じゃあこのぐらいは辞めた時にはお金がかかる、もらえるから、ここよりはたくさん欲しいとか、そういったような話をされるといいんじゃないかというふうに思っております。まあこのバランスが大事ってことですね。要は買い手の納得感ということが大事だと思います。よくこう、まあ、例えば、まあ、具体的な言い方でいくと、その、まあ、軽自動車が例えば100万円で、まあ、普通の市場価格でいくと100万円だったんですけども、その、まあ、うちの分は塗装がいいからとか、エンジンがいいからとか、要はわけのわからない理由で、例えば300万で買ってくれって言っても、実際自分が買い手の方になったとしたら、自分の会社それで買うかなっていう、まあ、考えてみられると非常に分かりやすいんではないかというふうに思っております。まとめなんですけども、 M&A 承継というのはもう手段ですね。目的じゃないです。まあ、廃業もあって未親族内承継、従業員に承継する場合と、あとはその第三者に承継するということのいくつかある中の手段の一つですということで、セカンドプランを考えながら後継者をどうするかの問題に取り組むことが非常に大事です。よくですね、弊社の相談でもよくあるんですが、まだまだ65、6歳ぐらいで、まあ若いっちゃ若いんですよね。でそういう人がやはり会社がいざ売れるってことになってくると、売った後どうしたらいいんかねみたいな話ってよくあるんですよ。だからそこの部分もやはり売った後、次はやっぱこじんまりとこういう商売をやりたいと思うんですね。まあ、例えば土地建物を買ってアパート経営とかやりながらですね、家賃収入で暮らしていきたいとか、子供にどういうふうな資産を残していきたいとかですね、そういったところもやっぱり考えながら、まあ、実際にこの問題に取り組んでいくと、まあ、非常にじゃあいつまでにこれ解決してやろうかっていうようなことが分かってくると思いますね。あともう一つは、リテール M&A の買い手はもう半分素人です。まあ、前もちょっとお話ししたんですけども、経営者としてはもう全然もうなってないといいますかですね、そういう人が結構多いんですよ。だからまあそういうことを認識した上で、分かりやすい価格作りが大事です。まあさっきもお話ししたように、その何年で、あと何年で退職する、退職した時のトータルの手取りがいくらで、まあその間にまあちょっとこのぐらいは欲しいと、手取りがこのぐらいになるから、このぐらいよりも上の価格でやはりその自分らが手取りでもらえるようにしてほしいっていうような話をされると、結構まあその要は買い手からするとまあ納得感があるかなというふうに思いますし、実際に銀行に持ち込んだ時にこういった事象が発生するんですね。実際その価格って実際合ってるのみたいな話になってくるんですよ。だからまあ実際自分がもらえる価格がこのぐらいだから、まあ、トータルで4年とか5年でもらえる価格ってはこれぐらいだから、この価格が今欲しいというようなことが大事になってくると思います。まあそのためにはどうやって事業を再現していくんですかっていう、まあ、問題も発生してくるんですけども、そこの部分は私どものような専門家とですね、まあいろんな話し合いをしながら再現性を確保していくということが、まあ大事なんかなというふうに思っております。以上でございます。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。